はいどうも、コナログアウトドアです。今回はこちらサーリーのマウンテンバイクブリッジクラブでポタリングに出かけたいと思います。今日は3月の14日日曜日なんですけど、3月の半ばにしてはね、結構風が冷たくてひんやりするんですけども、ご覧の通り天気はめちゃくちゃいいですね。ちょっとマウンテンバイクで走ってとこのね河川敷の方まで来て、ラーメン食べて、で食後にコーヒーをいただいてゆっくりするという感じでやっていきたいと思います。食事のラーメンの方はですね、前に買った外のクッカーコンボですね、そちらの方を大中小の鍋すべて使って、ラーメン食べてコーヒーを入れるという形でフル活用していこうと思います。で今回もね、コーヒーの方はエアロプレス5を持ってきてますんで、そういった道具を使いながら楽しんでいこうと思います。それでは早速ご覧ください。こちらは和歌山の紀の川沿いを走るサイクリングロードなんですけども、このサイクリングロードを走って、適当な河原に降りてね、そこでちょっとゆっくりしたいと思います。めちゃくちゃ速いですねここはロードバイクの人がすごく多いんで、こんなねマウンテンバイクでジーパン履いてリュック背負ってる自転車乗りはなかなかいてないと思います。自転車もあのバイクと同じでいろんな楽しみ方がありますんでね、まあ、私はのんびりポタリングということでね、今日も楽しんでいきたいと思います。1月ぐらいのポタリングの動画撮った時はちょっと山登ったりしてなかなかしんどかったんで、今日はもうフラットなこちらの道を選びました。最近ちょこちょこマウンテンバイク乗ってるんですけど、やっぱり面白いですね、まあ、体も動かして気持ちいいですし、自転車のパーツも結構たくさんあるんで、カスタムもいろいろやっていきたいんですけど、自転車のパーツもなかなか高いですね。はい、河川敷の方までやってきましたけども、堤防の上に立つとね、なかなか風が強いですね。ちょっとね、今から向こうの方の河原に降りて場所を探そうかなと思います。予報ではね、結構今日は暖かくなるっていうはずなんですけどね、なかなか寒いですわ。はい、今ねずっとこの河川敷走ってますけども、なかなかね堤防から離れると北風が当たって冷たいですね。ただまあね、自転車で走ってるんで体がぬくもってきて、まあ、寒さはマシですね。こっちの川沿い走っててもすごく気持ちいいですね。河原の方どこかゆっくりできる場所を探したいと思います。昨日一昨日とちょっと雨降ったんですけど、ええ感じに水がはけてて走りやすいですね。なかなか花粉のきつそうな黄色い花がたくさん咲いてますね。花粉ゾーン抜けて河原の方出ましょうかね。よし、花粉はすごそうやけど花は綺麗ですね。ただね、このぬかるみがやばいですね。これ絶対に足はつきたくない。うわ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 、このぬかるみは足つきたくないですね。なんとかこの橋の方、よし、
ほい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 。これなんとかクリアしましたけどね、ちょっとこっちもこっちもね、何パターンか道がありそうなんで、ただ意外とね、この菜の花かな、黄色い花が背が高くてちょっと見晴らしが悪いですね、見通しが。よし、ちょっとね、あそこも下ぬかるんでるんで、あんまり走りたくないんですけどね、まあちょっと行ってみましょうかね。よし、よし、来た。はあ、意外と楽勝。なかなか殺風景ですね。ちょっといい場所はないかな。こういう感じの河原のところはね、このタイヤ結構太いんですけど、それでもやっぱり沈んでしまうんで、なかなか厳しいですね。こんな感じのね、車が走って踏み鳴らされてるところだとまだなんとか漕げると思うんで、まあ乗れるとこは乗っていきたいと思います。よし、あー、ちょっとこの辺ええ感じやな、河原のゴロ大石のこのデコボコが結構ハードですね。よし、この辺でね、ちょっと飯食ってゆっくりしようと思います。私の愛車サーリーのブリッジクラブのご紹介をしていきます。自転車の方はね、たびたび紹介してるんで、今日の積載の方を簡単に紹介します。フロントキャリアですね、今日はもうパニアバッグはつけずに、こちらのフロントラックの方に小物と、でこれクーラーバッグですね、保冷バッグの方を積んでます。でこれね、先日紹介したんですけども、クロスカブの方に取り付けてたトポデザインというところのハンドルバーバッグです。あとこちらのトポデザインのハンドルバッグ、もう一回り大きい方を買ったので、そちらの方をクロスカブに取り付けてます。でこちらちょっと使ってないので自転車の方に取り付けました。なんかね、ちょっと中は何も入ってないんですけど、小物とか入れるのにちょうどいいと思います。ブラックバーンのカーゴケージにこちらナルゲンボトルは、ラーメンとかね、コーヒーとか、料理もするので、一番でかい 1.5 リットルの方を持ってきました。でこちらのクリーンカンティーンのボトルは、飲み水を入れてます。あとはもうこのサドルバッグは、鍵とか工具とかその辺を入れてます。そしてメインの荷物なんですけども、それはもう今日はね、リュックに入れて背負ってきました。こういうちょっと河原の道走る場合は、自転車に取り付けるタイプのバッグだとかなりね走りにくいので、今日はその辺も考えてリュックに入れてきました。バックパックの方はこちらのパタゴニアの20リッターぐらいのモデルです。こちらのバッグは登山用とかではなくて、どっちかというとシティユース寄りなんですけど、使いやすいのでもうこればかりですね。で20リッターというサイズ感もちょうどいいですね。ただまあね、今日は割と荷物多めなんですけども、デイハイクなんかでももう結構いっぱいなんで、もう一回り大きい30リッターグラスの、バックパックもちょっと検討中です。はい、右手のザックの中身展開してみました。ちょっと順番に紹介していきます。こちらはですね、ミニチェアですね。ヘリノックスなんかもいいんですけど、どうしてザックに入れるにしては結構重たいので、こういうかなり軽量な椅子を持ってきてます。これはね、開くだけで簡単に展開できるので結構気に入ってよく使ってますね。やっぱりこういう場所でラーメン食べるだけにしても、
私膝の方がちょっと悪いので、どうしてもね地べたに座ってると、まあ、膝腰が痛くなってくるので腰掛けるものは欲しいですね。はい、でこちらメインのラーメン、これねかなり辛そうなんですけど、またね後でちょっと食べたいと思います。でこちらのポーチはこんな感じでウェットティッシュとペーパータオル入れてます。であとモンベルのゴミ袋ガベッジバッグですね。でこちら、ダウン、インナーダウンを持ってきました。で外のテーブルに、コーヒーミルでエアロプレス号で、こちらがメインの外のクッカーコンボですね。今回はですねこちらの大中小の3つのクッカーすべて使おうと思います。で牡蠣がですねこの外の、ST310 です。こちら持ってきました。でねちょっと河川敷の方風が強いかもしれないと思い、ユニフレームのこちらの小さいウィンドスクリーン S、 これも持ってきました。高さがね結構ギリギリなんですけど、まあどんなもんでしょうね。コンパクトで軽いのでとりあえずこれ1回後で使ってみたいと思います。あとはまあこのお箸とかいろいろ入った EDC キットですね。ザックの中身はざっとこんな感じです。こちらのね外のクッカーコンボですね。はい、これが大鍋で、でこちら中で、これが小ですね。これが 750ml で、こちらが 400ml で、こちらが 350ml になります。で、まあ、こちらのセットでねコーヒーを入れて、でこちらでラーメンを食べるという形で全部使いたいと思います。はい、これからねこちらの一番大きいクッカーを使ってラーメンを作っていきますけども、今回ねこのチャルメラ宮崎辛麺ということでね、これかなり辛そうなんですけど、まあ、今日はね結構風が冷たくてひんやりするんでちょうど温まっていいかなと思います。外が暑いとね汗だくになって大変だと思うんで、まあ、ある意味ね今日はひんやりしててくれてよかったですね。でいつもだと、まあ、こういうラーメンもそのまま食べたりするんですけど、今日はちょっとねこちらの保冷バッグの方になんか漏れてるな、これ。なになに、うわっ、あっ、なんか漏れてる。あー、うわちょっとデザートに持ってきたねパイが、多分これ振動でしょうね。振動でちょっとね溶けて中のクリームが張り切って料理やっていきます言うてたんですけども、いきなりトラブルですね。これはちょっと先行きが心配なんですけど、まあちょっとね気を取り直して、もうこのまま具材紹介。はい、こちら卵でね、ニラ切ってきました。でこの辛麺ちょっとねチーズとか入れたら美味しいんじゃないかな思って、このチーズも持ってきました。なんかねちょっとこの中ドロドロなんですけど、ベタベタして気持ち悪いんですけど。でねもうこれも先に言ってしまいますけど、このねノンアルコールビールも持ってきました。このねノンアルコールビールも結構ここ表面ボコボコしてるんで、やっぱりこの瓦の衝撃でやられたんでしょうね。これはザックに入れとかな飽きませんでしたね。見てくださいこれ、なんかもうクリームでベタベタしてますわ。大変なことに気づきましたなんと卵が割れております。ベタつきはねどうやら卵の中身も混ざってたみたいですね。もうこれ皮につけてしもたから使われへんすわ。だいたいねこのケースに入れると今まで割れたことなかったんですけど、さすがにこの瓦のこのゴロゴロした石、これの衝撃は凄まじかったようですね。このケースを持ってしても卵割れてしまいました。やっぱり卵を守るためにもねサスペンションはちょっと欲しいですね。
このね、辛麺のメインでもある卵を失ってしまったんですけど、なんとかチーズでごまかしていけるかなと、ちょっとその辺頑張ってみますわ。ちょっとこちらのね、ユニフレームのウィンドスクリーン、高さがね、結構バーナーの炎よりちょっと上ぐらいなんで、まあ、コンパクトでいいんですけどね、ちょっと風防効果としては微妙な感じですね。まあ、ないよりはマシだと思います。純正で付属している蓋がこちらの樹脂タイプのものなんで、これを蓋しながら一応火にかけないでくださいっていうことになってるのでね、あの蓋開けて湯沸かししてるんで、まあ余計にちょっと時間はかかるかもしれないですね。まあ他のメーカーでこのサイズにぴったりのチタン製かな蓋があったと思うんで、まあ必要ならその蓋を持ってきてもいいと思います。でね、ちょっとこの麺はこのままだと入らないので半分に割ります。よいしょ、これでいいでしょう。ほい、はい、これ粉末スープ先入れ、あれ、あ、これ先に入れとかんとダメでしたねちょっと今から入れますわ。箸、あれ、どうなってんの箸、もうなんかわちゃわちゃしてきましたけどね。まあでもこんな感じでラーメンは美味しそうな感じですけどね。よし、ニラもねちょっと入れときましょう。はい、ちょっととろけるチーズを投入します。よし、お、ええ感じにできてきたですね。こちらのコジーの方に入れてね、保温しながらゆっくり食べたいと思います。よし、ちょっとねコジー、これこのピラピラがあるんで若干入れにくいですね。完成しました。どうでしょう、ニラね、たくさん入れたんですけどどこに行ってしまったんでしょうね。あとまあね、ここに本来はね、卵が入ってたはずなんですけども、まあちょっと代わりにチーズがあったんで良かったですけど、早速いただいていきたいと思います。ではいただきます。うん、うまい。そこまで辛みもないような、いや、やっぱこれ後から来ますね。辛いですわ、辛、ね、辛みが強いので注意してお召し上がりくださいって書いてますわ、うん、やっぱり辛いですね。慌てて食べなくても結構ね、鍋自体保温できてると思います。もともと真冬の登山とか雪山行った時にあったかい麺食いたかったんで、で今回これ買ったんですけど、またね冬場寒い時にも使ってみたいなと思います、ね、ラーメンもコーヒーもあったかいまま飲み食いできるので、結構ねそういう使い方をすれば便利なんじゃないかなと思います。辛麺の方完食しました、スープがねかなり辛かったですね。ちょっとむせましたわ。でね、せっかく辛いラーメン食いながらビール飲もうと思ってたのに、これ開けるの忘れてたんですけどね、せっかくなんでちょっと開けてみますわ。念のため席離れときましょうかうお、やっぱりねだいぶ振られてたみたいですね。いただきます。あー、うまい。今ね辛い麺すすりたいですね。これちょっと焦ってましたわ。
うん、美味しい。ちょっと昼寝もしてゆっくりできてるんですけど、ぼちぼちね、こちらのエアロプレス号でコーヒーを入れていこうと思います。今回も豆はね、1杯分このジップロックに入れてきました。前動画撮った時ね、このエアロプレス号でひっくり返してしまったんですけど、あれから何回か入れてうまく入れれるようになったんでね、昼ご飯はグダグダになりましたけど、コーヒーはしっかりと美味しく入れていきたいと思います。お湯は沸騰してきましたんで、コーヒーの方に移していきたいと思います。前にこちらお湯を注いだ時にひっくり返してしまったんですけど、その時はここがね、まっすぐ刺さってなかったんで、お湯を注いだ時にこう傾いて、ここからお湯が漏れてこぼれてしまったんで、今日はね、引っかかりもちょっとしっかりと取って、よいしょ、これでね、まっすぐ入ってるんで、お湯を注いでいきたいと思います。で、こちらの350の方に入れていきます。よっと、はい、無事にコーヒーを入れることができました。そうですね、これでだいたい200ミリぐらいですね。ちょっとお湯を入れてもうちょっと薄めてね、アメリカンぐらいでいただこうかなと思います。これに400に350をこうかぶせる。そしてこちらのリッド、蓋ですね、これをかぶせておけばバッチリ保温ができます。冷めないように急いで飲む必要もないですし、もし冷めてしまったらこんな感じで中を抜いて、中のこの350のクッカーの方を火にかけて温め直すこともできます。一応メーカーの方ではこの蓋と、このリングの方は火にかけるときは外すようにということでした。先ほどこのクーラーバッグの中でクリームが溶けてしまってっていう話してたんですけど、これね、よく見るとラップでくるんでるので、中身はね、無事でしたね。クリームみたいなやつは卵だったようですね。卵が割れて、中身が出てただけだったようで、おやつの方は無事でした。いや、良かったですわ。こちらね、ラポッポっていうお店のアップルポテトパイだそうです。ちょっとこれいただいたんでね、カットしてきました。これとコーヒーの方いただきたいと思います。ちょっとね、コーヒーも味調整したんでどうでしょうかね。飲みやすくなってますね。私結構ね、アメリカンのコーヒーが好きなんで、これぐらいの濃さが好みですね。でね、量も200ミリちょっとぐらいあるんで、まあゆっくりと飲んでいこうと思います。そういう時もやっぱりこの保温できるっていうのはありがたいですね。で、この飲み口もね、これで蓋をしたまま飲むこともできます。アップルポテトパイうまいですね。これコーヒーもゆっくり飲んでるんですけど、やっぱりこのね、ダブルウォーグルのマグはかなり保温性があるので、なかなか冷めないですね。熱々でね、結構長く楽しめるんで、これはおすすめです。昼飯のラーメンは卵も割れてしまって、なかなかハプニングもあったんですけども、ラーメン作っても冷めにくいと思うので、最後まで温かく食事ができると思います。今日は袋ラーメンに具材を入れて作ってみたんですけど、結構楽しかったんで、またね、
米を炊いたりね、お肉を焼いたりね、他にも使いたい道具があるんで、またデイキャンプもやってみたいと思います。まだ時間がね1時前なんで、近くの里山とか公園で、まあ、こういった感じでアウトドアを楽しむというのもいいのではないでしょうか。帰りはまた来た道を30分ほどかけて走りたいと思います。今回はこれにて終了させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。コナラグアウトドアでした。さよなら。